うちわがなかったから扇子使う。絶対におかしいのよ。セミとピーポーはちょっと夏休み感強すぎるな。やばくない？夏を演出するのに必死な女。セミでバンされたかと思った。なわけ、小道具を取りに行ってた。この角度。明日はどんな衣装するの？迷ってる。振り替えになっちゃったのは本当にめちゃくちゃ申し訳ないけど、なんかでも今の季節だったらもっといろんな服着れるから、まあまあまあ、このタイミングになったのは、あの大人の方々グッチョグッチョ思ったけど、まあでも当日来れなかった方々の気持ちを考えるとちょっとなかなか、眠たいぜ。これからさ、毎回セミの BGM 鳴らそうかな。さっきの配信でさ、初見の人でさ、初見の人でさ、なんか、スタッフさんみたいなコメント来てたんだけどさ、あれ以降その人もコメントしてきてないから、何だったんだろうって未だにちょっとモヤモヤしてるんだけど。博多駅の屋上のホタルってまだやってるかな？そんなのがあったの？わかんないな。屋上のホタルとは何ぞや？これセミの音に聞こえてる？みんなちゃんと。なんか騒音ですかってなりそう、ただの。ゆらゆらいたらうるさいのに言うよ。怖い、ゆらゆら。ゆら怖っ。なんかあとちょっとしたらさ、もう嫌でも毎日聞かなきゃいけないのにおもろいんだけど、なんでこんなことしてるんだろう。お腹鳴る。なんかさ、フルーツってさ、すごい高くない？びっくりしちゃった。え、てか私、玉ねぎがいまだにさ、
なんかもうこんなんで一玉で198円とかっていうの見てびっくりしちゃった。あ、ゼンダガールズ来た。そか、みんなあれ見てんのか、公演。バルタン星人ってセミなんだよね。ガチ言われてみればセミ。あのコメント欄で前座の実況をやめていただいていい？もうコメント欄をツイッターかなんかだと思ってる。いいよ、ツイッターだと思ってる。誰？前座ガール誰？わけあり玉ねぎ8個398円の方、いいね。わけあり、まあ、食べれれば何の問題もない。このセミの BGM どこから流すの？ここから流れてます。6期生は名前がわからない。それは、わかる。もがみちゃん、さえちゃん、いろは。いろはちゃんじゃない、ひいろちゃん。あ、れいや姫じゃん。私がリセット出るとき、ゆいなちゃん出るかな、全座。ここは韓国だけど、もう日本はセミが出始めたの。違います。携帯で流してます。ほら、止まった。みちゃんやばいな。まあ見てないからわかんないけど、田中夏実さんがいないんだが、ねえ本当に面白かった。私さ、みかんさんとかリコピさんとかがやってたの永遠に見てるの、あの映像本当に好きすぎて、セミが泣き止んでホッとした。わかる。私これ何分から配信し始めたっけ。18時6分。朝意外とまだ30分も経ってないんだ。もうそろそろセミ終了で。うるさい？嫌だ？まあ私も確かにちょっと鬱陶しいなって思い始めた頃合いではある。じゃあセミとおさらばで。うん、すごい静かって素晴らしい。大森咲ちゃんは可愛いね。そうですね、6期生は漏れなくみんな可愛いよ。みんちゃんの声が聞き取りにくい。確かにそれは良くないね。何の話をしましょうか。やっと声が聞こえる。みんな優しい。ずっと黙ってたの、いいのに。ちゃんとうるせーって言って。なんでセミ泣かせたの？ちょっとルームに入ってきた人を、セミ？セミ
セミナー行ってんの、どこに住んでんのってちょっとなるかなって思って。じゃあ次は、日暮らし。つくつく帽子でお願いいたします。それはもうほぼ、それはほぼセミなんよ。初見。え、しか勝たん。実家を思い出す。まあいいよね。田舎の風景を思い浮かばずにはいられない。ゆくりんとタコパをしたらいいよ。タコパしたいね。さやかとずっとしようしようって言ってるんだけど、一向に日程が決まらないの。眠み、眠みの極み。明日結構早起きで今ドキドキしてる。早く寝ないと今日は。スイカ食べながら花火した、いいね。スイカ食べながら花火、素晴らしい。ちなみに言うと、スイカさっき食べた。虫家の中に飼い出したの。違うの、 BGM を流しているだけなの。みんなにね、自然を感じてほしくて。日暮らしといえばあの恐怖アニメしか思い浮かばん。なんか噂では、噂で怖いとは聞いたことあるけど、実際に見る勇気は出ないっていう。今日ずっと窓マギの解説動画見てたらさ、あの関連動画にメイドインアビスかな、メイドインアビスのなんかそういうグロシーン、トラウマまとめみたいなの出てきて、解説なんだけど、それもそれで見てたら、なんかあー結構えぐいなっていう。なんだろうね、漫画とかって結構えぐい、まあ需要があるから供給があるんだろうな、あるんだろうな。北海道では夏じゃないよ。夏？うん？セミ触れる？触れない。僕虫触れない。家に出てきた時地獄。ちっちゃい時はセミ触れてたんだけどね、なんでだろうね、成長するにつれて触れなくなったのは。そう、この前の配信でもね、虫出てたの。しかも行方不明になった、見失ったの。もう今どこにいるか分かんない彼が。もしかしたらどっかで死んでるかもしれないし、どっかで飛び回ってるのかもしれない。セミの抜け殻ならさ、抜け殻もダメだ。なんか踏んだ時のサクっていうのが、あーやっちまったってなる。ダメ。
電気の傘の中でお亡くなりになってる。いやそれ絶対あるんだよね、あると思ってる。彼オスだった。虫はね大体オスだと思ってる本物の虫の鳴き声なの。そうだよって言ったら信じる？こういうのがいいんじゃないの。虫爆音、あ、ほんと？結構さっきよりめっちゃ音ちっちゃくしたつもりなんだけど、この辺はどない？この音量どない？この音量だといいんでは？信じる、優しい。全然音源いい感じ。おお、いい感じになったっぽい。今泣いてるのオスだね。やだー。もう虫は虫やで。クレープ食べたくない。今来てくっそ驚いたウケる。そう、虫たちが私の配信の音を彩ってくれてる。非常に助かる。なんか涼しくなりました。いいね、夕暮れ。クレープはイチゴ入れますか、バナナ入れますか。イチゴなかったらバナナを入れる。もうイチゴチョコの美味しさを侮ってはならない。ほうほきっきょ。カナカナ言ってる。カナカナ。洗濯が終わった。かゆ。どうしよう、公演始まっちゃったからみんな多分そっちの方見てるんだよね。公演じゃない日にやるべきだったと今になって思うけど。洗濯終えた音で現実に話された。本当にそう。ちょっと明日しようかな、また明日かゆいきた。ちょっとかわいそうだからまた明日配信してもいいかい。もう30分ぐらいやっといてなんなんだけど。カラオケはしない。あと何より私の眠気が限界。ちょっと壇上を呼んで、私は少し仮眠を取りたいと思います。やみます。13位ヒロくん、12位シロさん、11位僕らの赤ガエルライオンズさん、10位谷川豊さん、9位迷子の子さん、8位飛車王丹さん、7位フランさん、6位ヨシボーさん、5位カントさん、4位ミニさん、3位ショウさん、2位ブタブタさん、1位エリカさんです。ありがとうございます。また明日します。明日か明後日か、し明後日か。
先に仮眠を取ってしまった僕、ちょっと入れ違い配信ということで、ではでは、また明日か明後日かします。バイビー。